ドイツホイーラー社のプラスティック製、サイレンホイッスル。シレネンの文字が見える。サイレンホイッスルは笛の一種で打楽器に属する楽器。強く息を吹き込むと内部のファンが回転し、その名の通りサイレンのような音が出る笛である。一般の笛と同じく息を吹き込む勢いが強いほど音が高くなり、個体にもよるが最低音と最高音では3オクターブ程度の 音域差が生じる。音は文字で書き表しがたいが、あえて言えば高音部について、ファンやヒューン、ピューンといったような感じの音であり、カートゥーンにおける逃げ足を示すようなコミカルな音を発生させる。吹く人にもよるが、吹き始めにかなりの息が必要になる。低音部においては、実際のサイレンのように、ウー,ウーといった音も鳴らすことができるが、 構造上小さめの音であり、かつ極端に低い音とはならないため、実際のものとは異なる印象となる。長さはおよそ5から9センチメートル程度。重量はおよそ50から80グラムほど。筒状の楽器で銀などの鉄でできていることが多い。発祥はイギリス。楽器としてのサイレンホイッスルは、主にオーケストラや吹奏楽などの楽曲の演奏に使われる。 それ以外の用途としては、磯釣り、渓流釣り山登りなどや緊急時の合図としても使われる。ほか、ありがとうございます。